とりあえず生きてはいるようだな。あとは自力で戻ってこられる方が、早く戻ってこい、ゆえ。ゆえ、お帰り。本物のはじめ。今目の前にいる俺がゆえにとって本物か、それとも偽物か。うちの高校の制服が死ぬほど似合っていた。いつか着てあげる。うわっ、礼服と玉座が死ぬほど似合ってた。王妃スタートだった。すでに子供は11人いた。すごっ、豪華発動ブレックショーへ。ああ、頑張って現実に戻ってきたのに、いきなり空気だし。やっぱりシアにはウサ耳がないとな。意味がわかりません。断じてウサ耳が本体ではありませんからね。私の夢では、家族が追われる前にはじめさんたちと出会っていた。気がつけば戦うことを選択してました。うわ、まあ、なんだ。おかえり、シア。はいです、ただいまです。はじめ、ご主人様で折棺はそんなに生ぬるくないわ。一から出直してくるんじゃな。ただいま戻ったのじゃ、めでておくれ。お、なんじゃご主人様よ。見惚れて欲しかったら無理に笑うな。おかえり、ティオ。うむ、ただいまじゃご主人様。ち、違うの、はじめちゃん。どうせ夢が関係しているんだろう。え、どんなって、それは。香りのムッツリスケベ。むっつりつけべじゃないよ。勇者さんたちはどうしますか。どのくらい待ちます。飯食って一休みするくらいの時間でいいんじゃないか。あの琥珀はしずくちゃん。やっぱり一番早かったのは八重樫か。ずいぶんな寝坊だな。だが乗り切れたようで何よりだ。そうね、何よりだ。どんなって、普通の夢よ、何の変哲もない。普通、誰が出てきた。誰って、みんなよ。私がお姫様とかありえない。だいたい王子様役がなんで。分解。あれ、香り、しずく、エリー。天の川、谷口、帰り見ている時間はないぞ。今回は全員いるみたいだな。うーむ、なんとも嫌な感じじゃの。このまま何事もなくとはさすがにいかないと思うが。雨か。ゆえ、聖絶スライムか。ナグマ、足元から来たぞ。なっ、絶対ちょ、バカに言うだろ。全身ネチョネチョだよ、気持ち悪いよ。まったく、大丈夫か、しず。で、どうしたの。あいつら、後で記憶を飛ばしておくか。天井から何から一切合切焼き払う。はい、任せて。僕もまあ、ユータスに汚いものをかけてくれたな。我ながら、いい焼き具合だ、ゆえ。はじめ、なんか変。すごく、はじめが欲しい。はじめさん、私、どうにかなりそうです。はじめくん、私…くそったれ、これがあのスライムの神髄か。どうやらあの魔物の粘液は強力な媚薬になっておったようじゃな。なあ、なんでお前は平然としてんの。わらわの体も粘液の効果が発揮されておる。ご主人様から与えられる痛みという名の快楽に比べれば生ぬるいにも程があるわ。そっすか、さすがティオさん、いやクラルスさんすわ。まさかこのタイミングで他人扱いと。まだ正気を保っているはずだ。そうだろ。たちには浸水がある。必要ない、いりません。いらないよ。
南雲、その面倒をかけた。すず、忘れましょう。あればっかりは仕方ないもの。しずしず。ここは大樹の真下の空間ってことですか？ならば地上に見えていた部分はということになりそうじゃの。ん？何の音でしょう。暗くてよく見えないですね。ん？どうした？シャア。ご主人様よ、大丈夫かの？悪魔。悪魔？いや、もっと凶悪なやつだ。地獄の悪魔なんて目じゃない、台所の悪魔だよ。はじめ焼き払おう。打ち漏らしが大量に飛んできたらどうする？ごめん、ここは聖域なりて神的を通さず。大丈夫よ。私結構好きよ。あ、シルボー、しずくちゃんがすでに壊れかけてる。何だったんだ？いえ、何か。あなたのことが殺したいほど憎い。